感謝を。パソコンで生放送一生懸命見てくださってる皆様、そして再放送、録画放送、何度もチェックして見てくれてるマニアの皆様、どうか皆様、どうも皆さんお元気でしょうか。お元気でしょうか皆様。あ、こんばんは。こんばんは。そして皆様、あ、お元気でしょうか。この番組は野崎ホーマカスタジオで出会い集い、懐かしのレジェンドフォークソングから、そして魂の叫び、作詞作曲のオリジナル曲まで熱い思いでギターを弾き語る公開ライブ生放送でございます。まずは8月1発目、そしてこの1曲目はもちろん我々無学ライブ一座オリジナル曲、僕が16歳で作ったこの作品から、はい、いやこれ野崎フォークジャンボリとの出会いに感謝を込めて、ムカフラミスター夜行列車ヘイクウェイよろしくフフフよっしゃーヘイよっこーいヘイヘイヘイフォー月明かりはず夜行列車に商店がまた起こしない。
崎ホームジャンボでございます。いや、これじゃあ大合唱よろしくお願いね。あ、行ってもよろしいでしょうか。番組のホスト役、進行役務めさせてもらいます。私が無学ライブイスター、ここ大東市を拠点に、まちこちギター弾き語り師匠でも日々歌いまくっております。そうですね、この野崎フォークジャンボリーがこれ土曜日、今毎週歌うことになりましたね、7月からね。そこをまた中心に、他の曜日はですね、僕ら出張出前ライブ、主にボランティアショーという形で、福祉関係者ですね、病院や学校、そして公民館、集会所、お祭りやイベント、あらゆる場所で夢を追いかけて歌っております。そうですね、変わったとこ歌いんだ。この時期やったらね、昔あの流しそうめん大会とかありましたね。もう歌いながらほとんどカートの戦い、ずっとこうやってベーってして歌ってましたね。あらゆる場所で夢を追いかけて歌っております。夢はいつの日かこの野崎フォークジャンボリーをメジャーに、そしてボランティアショーからいつの日か紅白歌合戦に出ることでございます。私は歌とギター山野智則と、第5回ね、無事を迎えて、こうやって放送できて安心しております。三浦恭介とギター弾きの内田充の夢を楽しむと漢字で書きまして、それが僕たち無学ライブ一座でございます。ライブ一座と申します。ついに始まりました、第5回ですよ。お二方、第5回まで聞き合いましたね。あの3回の時はね、もう出演者いなくて、うちの塩崎ジョージも汗かきながら、もう5曲を連続で歌うという、来てましたが、つい今日初登場の方がなんと2組の見張るみたいでございますよ。今度から野崎本にこれ立てなくなってくんじゃないか、これ。勢いが今あるんじゃないですか、これ。来てますかね、これ。来てる、うん、ありがとうございます。どうもありがとうございますね。そういう感じで、この野崎本番会社は今日も今、夕方6時から僕らギター抱えて出演者、メンバー、そしてお客さん、みんなここに足運んでるんですね。今日も来てますよ。この野崎本番スタジオ、どこにあるんですか。お願いします。はい、こちら地元ね、僕たちの大東市は JR 学研として野崎駅、おいてね、山側に置いていただいて連なる参道商店街、うん、野崎参道商店街がございます。そちらをずっとね歩いていただいて、ちょうど中間地点に野崎本若スタジオが登場してまいります、うん、ちょうどね歩いて左手側にね黄色の看板見えてきますんで、うん、ぜひぜひね、遊びにお越しくださいませ。雨の中来てるかもな。そうですね、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。お待ちしております。さあ、ということで今日第5回、先ほど言いました初登場の方が2組も今日はいるんですね。この方まず最初いきますよ。2人目の方々ですけどね、この方はですね、僕ら今大東市で、僕らも今、ボランティア賞をしていると、先ほども僕ら自己紹介的に言ってましたが、同じくその大東市の社会福祉協会とかに登録しておられるグループの方でございまして、なんとあの僕がこの度この番組するときに、さあどうしようかなとかいろいろ考えた結果ですね、ちょっと電話をしてみて、かけたところ、トパーズさんっていうグループのギターの人がいますよってことを教えていただきましてね、ならばちょっと言ってみようかね、ちょっと自分らで電話したところ、僕らのことをえらい知ってくださってましてね、その今日はその会長の方がなんと初登場で歌いに来てくれてるんですね。では行きましょうかね、この方です、どうぞ。こんにちは、ギターサークルトパーズの会長をやってます若月と申します。会長をやってるから言って別に、ギター上手くはないんですまあ、あのフォークソングといえば大体、コードでやるんですけども、私はコードは弾けませんので、メロディーでやね、弾きます。その分盛り上がりに欠けると思いますけども、その分は私の美声に免じて1曲目、若者たち。最近テレビドラマで若者たちをやってまして、ちょうどこの曲流れてまして、
私たちの青春時代に、流行った歌で、非常に懐かしいなと思って、猛練習をして今日出ました。よろしくお願いします。では若者たち、民謡の部類に入ると思いますけども、その当時の、フォークグループが大体みんな歌ってました。それではお願いします。
会いできましたね。だいぶ途中見ました。いや、そうだよ。まあ、クラッシュギターって言ってまた僕らのフォークギター違ってね、だからナイロン弦のいい音って良かったと思いますよ。皆さんしんみり聞いてくれてますよ。そうですか。そしてもうついに会いましたね。もう僕らコンサートが見てくれてたとかいう話を聞いてたし、ほんで社会福祉協会お互いボランティアセンターってことで、ね、そのボランティア普段してて、お互いそうやって出会うことないと思ってましたら、こういう機会があって早速電話会長に僕電話しようみたいな、したら会長が僕のこと知ってくれて、こんなことをね、さっき番組始まる前のね、次の出てくる方とみんな喋ったらほとんどみんな知り合いで、会ってて早いにゃん、もっと早く会っててよかったと思って、全員同じ緑のさんと歌えた時びっくりしましたね。全員言って、で、それで、おかげさんのとこはまたそのトパーズ言って、他にもいっぱいメンバーいるんで、まあ大体何人のメンバーですか？大体6人。6人ですか？ギターの他にうん、フルートを弾く人も弾いてます。で、普段は若林さんは歌うんじゃなくて、こういう伴奏したりするんですよね。私は大体メロディーと、うん、コードと二手に分かれて、私はメロディー担当でやってるんです。今日は会長の歌を聞く、これレアやったんですよ、やっぱ結構。もうずっと始まる前、ずっとこれ練習してましたからね、今日も。そんなこと良かった、また味があったし、良かったと思いますし、本当に一緒に共演できたこと、本当に我々の誇りに思ってますんで。もうついながら来週ついにトパーズが製造にここするらしいんで、僕らもちょっと楽しみにしております。皆さんも楽しみですよ。まずは今日は、2人目ですね、若槻豊彦さんでした。どうもありがとう。ありがとう。さあ、続々とまたまた初登場の方が登場してくるんですね。さあ、次の方はどの方が出てくるんでしょうかと思っている方もおられていますが、今回はですね、この僕たちのこの番組をするときにあたって、この商店街でこれしてるんですね、もちろん野崎さん、その野崎商店参道、商店街の方でもあって、僕らこの番組のマネージャーでもある吉村さんのことは、皆さん知ってるかな、野崎おまかスタジオファンで知ってるでしょ、ここに顔がついてること。この方です、かわいい絵でしょ。この方がフェイスブックをしておられるみたいで、そこから野崎フォークジャンボのお仲間を探してくれてたんですね。そしたら早速飛び込んでくれて、しかも野崎フォークジャンボこの名前を聞いただけで俺は震えたと言ってくれたんですね。それを聞くだけでも僕は嬉しかった。しかも近所の人でございますしね、今日今からなんと盆踊りに行かなくて忙しいですね。その中なんと普段はウッドベースの方でございますが、フォークソング僕らと出会いを記念しまして、野崎フォークジャンボに初登場してくれましたこの方です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。山鳥剛といいます。普段はウィッスルエコーという、プチベイを中心にした、バンドで、ウッドベースからベースを担当しています。とね、この野崎フォークジャンボリーというのをピットを来た時にわー思って、僕実はね、昔はフォークギターを弾いたんですけど、ちょっと事情があってフォークギターをやめてしまって、ちょっと震えます。フォークギターを、2年ぶりぐらいに、行こうかなと思って、なんか驚いてるけど、なんかみんなの映画を聞いてたらね、あれなんですけど、すごく楽しみにしてきました。昔の曲なんですけど、杉田二郎さんの、直撃飛行機のバラードという曲を、言ってみたいと思います。ある日僕は夢見た
やっぱり楽しいですね。なんか、フォークの醍醐味は弾きながら歌う、あんまりね最近やってなかったんであれだけど楽しいですね。なんかね、実はあの明日は住友の人のね、ディック21というところで、アマチュアミュージシャンライブフェスというのがありまして、まあ、あの市内とか、まあ、いろんなミュージシャンが集まって朝の10時から、ライブをしています。ウィスレコードも出るんですけど、まあ、あのそういうことをしながらあのプラネタでも老人ホームとか、児童館とか、アクロスの人材動員に登録してやっています。ね、次の曲で最後になるんですけど、実はですね、僕がフォークギターをやろうと思ったのは中学生ぐらいなんですかね。この曲を聴いて、ちょうど夏ですね、あの中学2年生の夏にこの曲を聴いて、ひしこいてギターを練習、フォークギターを練習しました。F というコードがね、昔はすごくならなくてひしこいて、練習したけど、この曲が歌いたいがために、練習しました。風のカーテンという曲は杉田二郎さんの曲、エッジキルハイドという、北山さんが作詞した曲なんですよね。あんまり知られてない曲でね、インターネットを調べてもほとんど歌詞が出てきません。でもね、フォークジャンプリーとか、ヨヨイヤマコンサートとかね、なんかなんとかピクニックとかね、読んで、多分そういうのに歌いに行く人の心境を歌った歌じゃないかなというふうに勝手に思っています。聴いてください。風のカーテン。これね、実はですね、歌詞の中に歌い文句に乗せられて、はにかみながらも集まったと。野崎ジャンプリーはね、なんかね、野崎をフォークの街にしたいというなんか歌い文句でね、言ってたんでね、僕もそんな感じで、なんか懐かしいな、思ってね、この曲を歌おうと思いました。聴いてください。感動カーテン。
ヤンガフォークジャンボリに。けどフォークジャンボリっていうのはその名前を聞いた時にちょっと震えてくれた話聞いたけども嬉しかったです。いやいやもうね、これはミュージックステーションだから。そう。また違うの。野崎ミュージックステーションで聞いてなかったですね。野崎フォークジャンボリで来てくれたと。ありがたいことでございます。でこうやってね、今日先も番組始まる前にね、はい、山野さんもそうやけど若槻さんもみんな喋ってたら共通点やっぱいっぱいあって、うん、やっぱ出くわさなかったね今まで、ね、お互いいろんな場所で音楽し合ってたのに、けどその一つの野崎フォークジャンボリそのギターとね、その歌のきっかけでみんな出会って、このようにもう番組が一緒にできてるだけでもちょっと嬉しかったですね。だからもうさっきも言ってたけど、もうトパーズさんとの山田さんと、もう僕らと塩崎ジョージとあの路上の山田さんと、これでイベントできるか。もうできそうやね。5回目にしても。いけるねって言ってくれたんです。で普段ウッドベースさん。そうなんですよ。学校から写真僕見せてもらったけどめっちゃかっこいいじゃない。こんなでっかい見てるんですよね。すごいよね。フォークギター久々に弾いたんですよ。確かにですね。もうやっぱり弾き語りってまた独特の世界がありますよね。この弾いてるギターの音も自分の思いをこう一緒に弾けるっていうか、ね、人前で歌うこと自体があんまりないんですからね。そう、若槻さんも言ってたよ最初。僕普段歌えねえから伴奏してんだからね。今日二人ともそういう思いの中でも歌ってくれたって、この二人の気持ちは本当に僕は感動しましたんで、ありがとうございました。今後とも野崎フォークジャンボリお互い盛り上げてよろしくお願いします。では今から盆踊りの会場を教えていただきます。忙しいです。すいません、忙しい。ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。ちょっと名前言わせてください。山本剛さんでした。どうもありがとうございます。いやーすごいですね、野崎フォークジャンプ第5回しまして、このような形でいろんな方と出会っていくんですね。本当に僕ら出会ってなかったんですよ。ここで今さっき若槻さんも山田さんみんな普通に喋ってるから、みんな友達同士で嘘ついてるのちゃうかと思われてるかもしれませんが、本当に初めてこうやって喋ってるんですね。さて出てくれてきて嬉しいでございます。さあこの方今日はね、駆けつけるのかドキドキしましたね。うちの100人来たスタッフの子が一生懸命電話して起こしてましたね。この野崎フォークジャンプ見てた人は皆さん覚えてるでしょ。クーラーがなかったんですね。で先週放送聞いた人皆さん覚えてます。クーラーが届いたんですね。はい、クーラーが来たことで寝すぎて思って全然寝坊して動きません。そろそろクーラーを僕ら没収したいと思っております。この方今日も駆けつけておりますよ。どうぞ。
ドキドキしましたね。やっぱクーラーあったら偉いもんですね。クーラーとは別れられへんね、やっぱりね。ずっと一緒におった、今日、ね、ずっと一緒におった今日、はい、もうポンキスとね。あ、皆さんポンキスしねえ、犬ね、犬ね。ポンキスじゃ知らん、おっちゃんとすんでここまでね。犬ね、よかった。けど、こうやって今日は来てくれてね、今日そういうの初登場2人、はいはい、懐かしいよ、白崎の第3回狂い先生がみんな来れへんかって、一人汗流して5曲歌ってたあの頃が、あれがまだ2週間前の話だったんですかね。今日は5回か、えらいもんですよ。いろんな人が出会ってくれて嬉しいもんやね。うん、これでも無学ライブさんのメンバーも出てきますんでね。ということでね、我々またね、白崎さんにちょっと一緒に聞いていただいてんけど、今週も、先週の野崎フォークチャンボリーから今日の野崎フォークで土曜日あちこちまた歌いに行ってきたんですよ、うん、離れてどこ行ってきたかちょっと言ってもいいですか。はい、ウェブラックよろしくお願いいたします。はい、これがですね、7月の27日の日曜日、うん、大阪府片野市レガート方の介護付き有料老人ホーム in 夏祭りにて歌ってまいりました。行ってきました。1年に1回必ず夏祭り行ってきましたね。さっき山野さん、あのジョイさんの前を撮ってたんでしょ。山野さんもそこのレガート方の歌に行ってるんですね。で僕らと同じように写真が飾られてたんですね。偉いことでございますね。楽しかったです。あの1年ぶりやったけど久々会えてよかったですね。本当に嬉しかったです。そして、7月28日、月曜日、大阪を離れて奈良県、これは生駒市、デイセンター玉浦福祉通所介護施設に七夕1回で医療会場小2で行ってきましたね。まあ、大阪以外の方は見られた方もおられると思いますけど、大阪 の奈良県生駒市のこの大都市、まあ、実は隣なんですね。だから近いっちゃ近いんですね。もう20分ぐらいで着くんですね。常連組です。まあ、七夕コンサートが続いてるんですね。で僕ら の CD もね、買っていただきましてちょっとサインしておきましたんで、ね、ありがとうございました。見てますか、頼るんだね。そして、うん、7月29日、奈良県奈良市ふれあいトーク場高齢者グループホーム、うん、七夕リビングショーにて行ってきましたね。こちらも常連組ですわ。我々行ってきましたわ。そして、ここもあれね、CD 買ってくれたんですね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。そして、7月の31日、うん、大阪市西区ウェルナには福祉グループホーム、委員会食堂、夏祭りにて行ってきましたよ。ウェルナリワさん超常連組、この間もこれワンマンコンサート、最初2人目で出たあの爆発月さんのね、あの僕らのコンサート実は見に来てくれたんですか。これちゃんと見に来てくれたんですね。ナリワウェルナリワさん、ほんでもうすごい飾り付けで、夏祭りであの我々あのかき氷かなんか、今回夏祭りで初めてやったっけね、施設行ってかき氷いただきました。まあ美味しかったよ。美味しくてあのもう1回おかわり言うて2杯いただいたところ、チャボチャボでしたわ。もう体冷えましたけど、もう美味しい。あのそれわざわざ俺ら喜ばせよう思って、わざわざかき氷屋さんの機械をわざわざ借りてくれたでしょ。でみんなに作ってくれてね、美味しかったです。もらえばと全部楽しみさせていただいてありがとうございます。そして8月の1日金曜日、うん、大阪府箕面市遊びにクラブ西南老人デイサービスセンター行ってきました。こちらまたもこの間の5月25日我々ワンマンコンサート箕面から見に来てくれてたんですね。もう今お礼を言いに行ってるみたいな思いですね。会いに行ってね、もうみんな待ってくれてて、もう最近何やらすごく浸透してきたね。あの我々ホールの時のコンサートからうちわを無学ライブしたら持ってくれてて、箕面のみんなもこうやって持ってくれてたね。もうありがたかったでございます。嬉しかったです。5年半ぶりやったかな、お会いできたんですね。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。以上かな、今。全部行ってきて帰ってまいりまして、また無事にこの野崎フォークジャンボに帰っていたんですね。ということでございまして、白崎さん。はい。我々そのずっと歌いに行ってきましたけど、5回、6回、7回でこれからまだ野崎フォークジャンボ続いてますが、今日もまた出演者たくさん見れたところ、これ良かったですね、今日もね。まさか白崎ジョージがさっきまでいなかったとは思えないぐらい、もう人が歌う、初登場の人が衣装歌ってる横を隠れるかのように衣装を着替えに行く白崎ジョージ、すごかったね。さすがでレギュラーでございます。ありがとうございます。ということで、この今日歌う歌はね、ここ野崎駅があって、この沿線に京橋駅とかあるんですね。で白崎ジョージ京橋駅すごく好きでね、あの味が雰囲気あったりして、でちょっと白崎ジョージに歌作ってあれくれませんかいう感じに僕とこ来まして、僕はこれ作曲して塩崎さんに合わせた曲を作った曲なんですね。塩崎ジョージ思い出あるよね。昔僕がボランティアショーする前、京橋のあのやっぱりいろんなとこ歌うとこないからね、京橋のあの駅前でも歌おうかいってね、ストリートライブをね、行った時にあの僕ら一生懸命汗流して歌って、塩崎ジョージどこ行ったらみんなあれジョージはジョージは言ってた、あの京橋どっかの串カツ屋かなんかで食べて食べようかしら、ここに爪楊枝こうやってええって帰ってくるんだ、ええって言って、おい歌うだけやっちゃうか
その頃から正直混んでるね。つくづく思いました、今日のクーラーで全然経験が伝えたけど。その思いで僕作ったんで、この曲詳細上司の支えのために作った曲。それではタイトルコールよろしいでしょうか、お願いします。京橋ブルース。
久々でした、京橋ブース。いいでございます。ほんまこの野崎から遠征なんでね、最近行ったんですよ。もう最近も全然最近行ったんですよね。あれは精一杯だね。もう若手陣がみんな汗流して踊った時、一人だけ妻やの声で帰りたい。あれは最高やった。もう全部これ他、実はあの人他も今度は市場の田原かな、どこ上行った時にスーパーの前で歌ってくれて、炎天下なんかね、依頼が来て僕ら行って、でもった俺らもう若手陣が炎天下もゲーッと歌って誰しょしょまた俺は俺らまたスーパーの中でまだまだ串カツのパンパン使って人だけまだ取ったスーパーでも串カツ食うから言うてね、もうたまらんやと。この銀行前なって、銀行の前で市場なんて銀行の前太ってください。これで遠征会に俺らまた若手陣が汗ギャーッ潮崎俺俺って思ったら、銀行の中で涼しいなって、その中が出てくるからもうめちゃめちゃそんな潮崎教授、皆さんどうぞよろしく今後ともよろしく帰ってきてまでということで、我々無学ライブ情報を落としました。ライブ情報としました。さあ、おめでとう君、今後の土曜日のこの野崎フォークジャンプ、来週の土曜日もまたあちこち我々野崎フォークジャンプだけではございませんよ。どこ行きます、野崎君、お願いします。はい、8月の3日、日曜日、大阪は堺市堺区、ジョークライフ大戦障害者施設さんで行ってきますよ。初登場ですね、行ってきます。堺市社会福祉協議会の依頼でございます。行ってきます。そして大阪市、住之江区、こちら市花館福祉デイケアって言ってきます。行ってきます。市花館、市花館、いい名前ですね。あの僕らこの新聞、読売新聞にあのボランティアショーで載ってたことを見張って電話かかっていたんですね。新聞組も続々来ました。もちろん初登場行ってきます。そして8月の5日、大阪府寝屋川市、グレイス寝屋川、高齢者マンションで寝屋川でも大都市の隣ですね。でもここはもう常連組ですね。1回のことあります。そして8月の7日木曜日、木曜大阪府は富田林おもちゃ館福祉デイサービスセンター。翔太さん、おもちゃ館の名前ね、面白いやろそれが施設の名前なんですよ。ここも新聞見てかかってきたんですね。で富田林はこれならピエロ花火大会の時ちょうどいいから、これ帰ってこれなかったんでね、うん、あ、ドーン言ってたでしょ昨日。いや、なんかもう分かるな、聞いてなかったですか。だからドーンってなんかなんていうか何かなと思ってたんですよ。もう夕べ雨が降ってたから、まずクーラーあったらえらいもんやな、ずっとじっくり寝てんすなクーラーでじっくりしてるのが、まあ、串がつくにとこもそっちそっちばっかりやな、お前も。だから富田林も行ってきますよ、ガイドしたなんて行ってきます。そして、うん、で8月の8日、これ兵庫の芦屋市、養護園福祉複合介護施設、芦屋市行ってきますよ、翔太さん。行ってきます、足足。そこちらはもともと知ってる職員さんおって、それが違う施設に行ったのが、これ兵庫県だったんですよ。大阪の元の施設の職員さんだけど兵庫県に来て足屋に行ってくって言ってきます。兵庫県も行くよ、大東市離れて。以上ですか、以上です。行ってきてまだの先フォークジャンボで帰ってきたいと思いますけど、ということでございます。ここで今日はね、あのヤンチョディ、新エリー、また、あ、新エリー今日もねんなっていうところ新エリーどこ行ったんや、全然追ってないぞー言うといたで、片谷兄と、うちのキーハッピーの渡るくんが今日もスタッフしてくれてますが、最後はね、うちのスタッフはギター弾けんねんぞと、番組ドラスの皆さんにもちょっと見てもらおうかなって。そう、今日もゲスト来てますよ、片谷兄出てもらいます。片谷兄よろしくー、エリーでーす。はい、こっち来る、そっちがいいですね。ギター大好き、ギターで、ね、持ちギター、まずはキー使って片山さんのギター、どうぞ。あ、これ片山さんのギターこっちや、直前来たからチューニングしてない。あ、なるほどなるほど。で、キー使って片山さん自らそれでいくみたいですね。それでいける、よっしゃ、ありがとうございますということでございまして、今日で第5回の野崎フォークジャンプ、本当に無事に務めさせてもらうことができて本当に嬉しかったです。特に今日は初登場からね、若月さん、トバーズの会長さんから、そして山鳥さんでね、またこれまたFacebook で出会ったらことですが、実は我々とまた共通点があるお仲間やったんですね。そうやっていろんな人から出てくる、来週はまたね、違った、また女性として初めてのアーティストが来週は立つんですね。皆さん楽しみなさい。いつも第5回お付き合いいただいてありがとうございます。最後はもちろん我々ムガクライビ、またまたオリジナル曲でございます。ムガクライビスだ、ムガクライビスだ、脳を超えて言い続けて12年うちの上村亮介君と塩崎ジョージと片山 D と、そして今年の施設ももうかき氷いっぱい出てきまして、もうかき氷頼めば頼むほどあんこがついてきて、あんこ食べられへんからどうしようかでも言わへんけど、とりあえずあんこを食べたらやっぱ牛が出てた、うちのうちの水の食いになる。皆さんもうお腹いっぱいやったな、あれかき氷ってパッてさ入るやん、いっぱいね、2杯目お腹いっぱいだな、えらいもんやな、美味しかった。氷もね、ま、細かくて、翔さんみたいなかき氷食べたことある今の人生あ、あった
ありました。あ、よかった。ないかなっていうか聞いとこう。そう知っとくなっちゃうな。潮崎上司ばっかり来る。あ、スッキャーは。アイスクリームスッキャーもね。要は黙って一人で食ってたもんな。ああ、知ってる知ってる。僕の冷蔵買ってあげてね。勝手に食ってたことある、僕知ってる。ほんで、笑ってたわ。そんなみんなでお手本見せた。こんな感じ。せーの。のを越えてどこまでも行こう、うん、そう、のを越えてどこまで行こうと皆さんに大合唱してもらえたんですね。我々これ8月一発目の野崎フォークジャンボリー、8月も我々各施設の夏祭りの両祭というか、まあトパーズさんもそうやけど、みんなこうやってイベントボランティアのね、またイベントずっと歌い回ってるんでしょうね。そうやってのを越えていこうじゃないか、そんな思いで8月一発目のこの締めの曲をこれに選ばせてもらいました。のを越えてどこまで行こう、皆さん大合唱してもらえるでしょうか。Thank you.
押しているいや高齢者に揺られない。